アジア初となるモロッコの世界大会が昨日から函館市で始まっています。モロッコは木の棒を12本の木製のピンに投げ、倒した数の合計が先に50点になるのを競うスポーツです。大会には16カ国から過去最多となるおよそ3300人が参加しています。強い日差しが降り注ぐ中、予選が行われました。モルク棒がきれいに飛び立つような投擲ができればなと思います。決勝トーナメントに進めれるように頑張ります。最終日の明日は決勝戦が行われ、672チームの頂点が決まります。